佐々木敏郎ある犯罪の動機1都会は4つの段階をもって発達し膨張するのを常とする開港の町はまずその触手を海岸へ海岸の空地へと伸ばしてゆく 田舎の小さな町でさえ、そこに一本の河川が流れていると、貸しへ貸しへ水に向けて広がってゆく。そして、水際に猫の額ほどの空き地もなくなると、第二段階として、その郊外に向けて農耕地域の上へ触角を伸ばしてゆくのだ。その気候の許す限り、どこまでもどこまでも広がってゆく。しかし、ここまでは、 ほんの広がるだけにすぎない広がりきれなくなったところで初めて膨張が始まるまず空へ建築という建築が空をめがける上層建築が立ち並ぶ太陽のない街が続く外情に太陽が照らなくなると第4段階の発達として容易に地下の町が構成されるのだ 地下工場、地下住宅、そして第五段階は、それはもはや都会の膨張発達を示す段階ではなく、地下と地上との対立を示す新しい出発点なのだ。消費者の占めていた地域の上に初めて生産者が氾濫し、生産者群の地帯が膨張するのだ。東京は、 今そのの第二段階の軌道を踏んで、最高一体の農耕の地域に向けて広がりながら失業者を生んでいるそして社会のその宿命的な約束から逃れようとする人間の往来で外場は朝の明け方から夜中まで洪水のような雑踏を極めている分けても新宿駅前からの外情一帯は日に日にその雑踏が激しくなるばかりだ 御兵沖縄は毎朝この雑踏の中を駆け抜けなければならないことを考えると骨の底から緊張を感じるのであった新宿駅前の洪水のように吐き出されてきて四方へ散ってゆくあの人間の牛を、そして市内電車草色の市営乗り合い自動車水色の市営乗り合い自動車その間を無数の円卓が つづみ虫のように縫い回るのであった貨物自動車や自転車の間に挟まれて雑踏に押しもまれながらよちよちと重い荷物を引いていく自分を五平翁は本流の中に渦巻かれながら浮き沈みして流れていく木片か何かのように感じるのだった五平翁はこの洪水のような雑踏の中を押し切って 毎朝神田の青物市場へ野菜を満載した荷車を引いて行くのだった二青バスが爆音を立てながら徐行を始めた二三台のタクシーがその後とへ仕えた貨物自動車が止まった 五兵沖縄はそのあおり風を浴びて自分の重い荷車が押し倒されるような気がした沖縄は事実よろよろとふた足ばかりよろめいたどうしたってんだい敷石道の方へ荷車を引き寄せながら沖縄はどなった貨物自動車や市営バスやタクシーは20軒ほど先の交差点のところから使えてきていた そこには群衆が真っ黒な牡蠣をぎっしりと作っていた何があるってんだいお祭り騒ぎべえなくさって沖縄はもう一度そうどなってそこに立ち止まった自動車の間を縫ってようやく前の方へ出ていった青物市場の出場時刻が切れるので沖縄はうっかりしていることができなかったどうしたんだね 何様がお通りになるのかねようやくその人垣の背後までたどりついた時五兵衛沖縄は一番後ろに立っている一人の学生を捕まえて聞いたそうじゃないんです今日ここで活動俳優を呼んだんだそうですそれでみんなこうしてその俳優の来るのを待っているんでしょう活動の俳優って。 つまり、活動の役者だね。ええ。それに、外国の有名な活動俳優も来るとか言うので。いずれにしろ、それじゃ大したごちゃねえわけだね。俺、何様かのお通りだと思って。役者っていや、昔は河原古時きってまで言ったものを。じゃ沖縄はそう呟いて、 その人垣を打ち破って通り抜けようとしただがそれは容易なことではなかったその人垣は交差点の角に空を覆って立った大百貨店の前から幾重にもなって街場へ氾濫しているのであったちょうど街路を一つ隔てた向かい側に同じような百貨店の大建築が出来上がりその回転大売り出しが強だというので こっっちででも負けずに客を取ろううというのであった。建物全体をイルミネーションで包み飾り窓にはこれから顔を見せに来るはずのシネマスターの大きな写真が何枚も貼り出されてあったそして都合によっては来朝中の某国映画俳優も来てくれるはずになっているということが群衆の噂の焦点になっていたその上に 百貨店ではこれまでになかったほどの連売を催しそれに伴いいろいろの景品を添えていた群衆は窓から投げられた一塊の砂糖をめがけて集まる蟻のように百貨店の取った小作に運襲してきたのであったしかし翁はどうしてもそこを突き抜けなければならなかった そしてその群衆の一番後ろの方へ回ればどうにか通れないことはなかったほらほら少しどいてくださぜ沖縄はそう言って車のかじ棒で人々をかきのけるようにしたおい気をつけろおいぼらめこんなとこに荷車を引いてくるやつがあるか罵倒の言葉をどなりつけながらも 翁のために人々は少しずつ道をあけた翁は一生懸命だったなんと言って罵られても言葉を返さずに人が気の薄れてゆくところをめがけては車を引き進めた「こらこらそんなところへ車を引いてきちゃダメじゃないかこれが見えんのか」青白筋の腕章を巻いた警官がどなった。 交差点の号ストップは今はストップの自犯を示して一切の交通を遮断していた。他人の迷惑になるのがわからんのか。しかし五兵沖縄はそのままそこに立ち止まってしまうわけにはよかなかった。今そこに立ち止まることは今後の生活の一切を立ち止まるのと同じだった。 今日もし時刻に遅れて青物市場に入場することができないとすればただそれだけで彼のわずかばかりの資本は全然消滅してしまうような結果になるのだった沖縄は気が気でなかっただが映画俳優の来るのを気長に待っている人々のために示されたこのストップは一体いつまで続くのかわからなかったそれにそこまで来てしまえば もはやどこにもそこをよけてまわりみちをするみちは一本もなかったそうでなくてさえ時こくはもうせまっていたおきなはそこをつっきってやろうと考えたそこにどんなけっかがまっているかそんなことを考えているよゆうなどはなかったおきなはけいかんのめをぬすむようにしてにぐるまをひいたままいっきにかけだした いやいや勇士勇士しっかり群衆が叫び出したそして群衆の一角が崩れた交渉罵倒共感こらこら待て警官が飛んできて翁の腕をつかんだいかんと言ってるのが分からんのか こっちへ来い旦那様市場へ入る時間がなくなりますから来いったら来いこっちへ来いそして警官は荷車を引かせたまま翁を横丁へ引き込んでいった群衆がそのあとから流れていった三。 荷車とそれに積んである野菜物とが五兵沖菜の全資産であった同時にそれは沖菜の全財産と言ってもよかった今日もしその野菜物を神田の青物市場へ引いていくことができないとすれば五兵沖菜の資本は全部消滅してしまうのだった同時に沖縄の生活もまた全然断ち切られるわけだった 都会の膨張につれ郊外の農耕地域の所有価値が激しく暴騰したので郊外の地主たちは小作人たちからその土地を取り上げて都会の人々に住宅地としてそれを提供したそして五平沖縄、耕作価値とそのギャップにおいて農村失業者群の中へ投げ込まれたのであったそれまでの五兵沖縄、はずかばかりの小作地を耕す傍ら 部落内のの農家に雇われて行ったのであったが高たが住宅地になるにつれ翁を雇ってくれる農家は次第に少なくなっていった小作地は取り上げられ五兵衛縄はどうにも生活の道がなくなっていったそこで五兵衛縄が思いついたのはただ一人の娘である鶴代を奉公に出すことであったそれは 翁も娘の鶴代も二人が共に飢えずに済むただ一つの思いつきであった五平翁のそういった思いつきは娘の鶴代を売り残しておいたただ一つの品物を思い出すようにして思いつかせた翁はいくらかの前借りをして鶴代を東京のある下宿屋の女中奉公に出してやった そして自分は日雇いの仕事をあさりそれで娘からの仕送りを補ってどうにか暮らしていったしかし娘の鶴代は半年余りで帰ってきてしまった五兵沖縄はひどく驚いた鶴代は妊娠していたのであった五兵沖縄は自分たちの生活について全く途方にくれなければならなくなった だが鶴代はその妊娠を医者する意味で相手の男からちょっとまとまった金をもらってきた五平翁はその金を元手として自分と娘の生活のためにもう一度奮い立たなければならなかった鶴代のもらってきた金は一台の荷車とそれを満載する野菜を買い入れるのにちょうどだった五平翁は一台の古い荷車を買い 近所の農家から野菜を買い集め、毎朝それを神田の青物市場へ引いていくことにしたそしてその日の売上金を翌日の野菜購入費と生活費とに当てそしてまたその翌日の売上金のうちから次の野菜購入費を割き生活費を割いてそれを繰り返していればそれで2人の生活は当分の間どうにか保証されるわけであった しかし、青物市場には入場の時間が規定されてあった。そして、それに間に合わないと大変なことになるのだった。一台の野菜物を、みんな捨ててしまわなければならないことになるからであった。それは、資金の流通を停滞させる恐ろしさではなく、資金を消滅してしまう恐ろしさであった。そのために、場所慣れた人たちは、 いくつもの呼び道を考えておいた第一の道がもし交通を遮断すれば第二の道へ第二の道でもまた何かの偶発時から交通を遮断するようなことがあればさらに第三の道へと彼らは臨機応変に処置して入場時刻に遅れない方策を用意していた五兵沖縄にはしかしまだ何もそういう用意がなかった沖縄は 努力一方で押すより仕方がなかった。始めたばかりで何も知らないからである。その上に、沖縄の場合は他の人よりもはるかに深刻であった。もし交通遮断か何かで時刻に遅れることがあれば、沖縄の生活は今度こそぺしゃんこだった。4 五兵沖菜がその翌日警察から釈放されてきた時には荷車の上の野菜は残暑の日に焼かれてすっかりしおれていた沖縄はしかしそれをそのまま捨ててしまう気にはなれなかった沖縄は力なく赤茶けたその野菜をひいて自分の家へ帰っていった翌日は雨だった しかし、五平沖縄は、その赤茶けた野菜物を引いて、青物市場へ出かけていった。だが、この夏以来の不景気のために、青物市場には新鮮な野菜物が氾濫していた。五平沖縄の2日も日にさらした赤茶けた野菜の売れるわけはなかった。沖縄は投げ出した。そして、 その日の手間にもならないほどの金を握って五兵衛翁は帰らなければならなかったにぐるまで一台引いていって手間代にもならねえなんてしかしどうにもしかたがなかったその上に五兵衛翁はただ一晩の交流ではあったがすぐそのあとで雨にたたかれたりしたのでひどく健康を損なっていた また、たとえ健康を損なわないにしろ、沖縄はもう寝ているより仕方がないのだった。ただ一つの資本であった一台の野菜を全部腐らしてしまった今となって、もはや次の野菜をどうすることもできなかった。五兵沖縄は薄暗い小屋の中に寝て暮らした。最初はかすかな風らしい熱で、 寝るより他にすることがないからとこに潜り込んだのであったがそれがだんだんいけなくなっていったそして鶴代のおなかはひどく膨らんできていた穴のような小屋の中でこの不健康な親子はもはやどうすることもできなくなっていた1台の荷車を売ったその金がわずかに 二人の命をつないでいるだけであった。五。しかし、五兵沖菜の病生は、ますますいけなくなる一方だった。沖菜は何度も弁を催した。そして寝床のボロの底でうなり続けていた。 最初は自分で便所へ立って言っていたのがそれさえできなくなってきた鶴代がそれをいちいち始末しなければならなかった「お鶴すまねえすまねえ五平翁はそう言ってはうなり続けていたすまねえったってどうにもならねえよ鶴代は励ますという気持ちからではなく 目をつぶるような気持ちで言うのだった。とっちゃん、何とかして医者を呼ぼうかね。なんなら誰かに頼んで、いっそのこと病院にでも入るようにしてもらったらどんなもんかね。ほら、苦しくて苦しくて、病院にも何も行かれねえわ。それより、水を一杯飲ませてくんろ。父親の五平沖縄は、 そう言ってうなり続けるのだった。ちょうど父親の五平沖菜がそうして苦しんでいる最中だった。鶴よにひどい腹痛が来た。陣痛であった。とっちゃん、俺も腹が痛くなってきたよ。あ、痛くなってきたよ。とっざんのが伝染したのかもしんねえよ。しかし沖縄。は、 なっっていていも答えなかったえかとっつぁん痛いよああ痛いよ彼女は叫びながらのたうち回った彼女はそのうちに目がくらんできたそして意識が半然しなくなってきた何か深い深いところへ落ちてゆくような気がした こっちへ行こう。こっちへ行こう。遠くの遠くからそんな声がするような気がした。しかし彼女はそれから間もなく何もわからなくなった。鶴代が深い眠りから覚めたのはその翌朝だった。足の方に赤ん坊がしきりに鳴いていた。 そのためか、父親のうなり声は聞こえなかった。赤ん坊の方へ近寄ろうとしたが、それもできなかった。とっつーんできるだけ大きな声へ、そう父親の方へ声をかけようとしたが、腹に力がなくて声は出なかった。鶴代は仕方なくじっとしていた。そして父親のうなり声を聞こうとした。しかし、 赤ん坊の泣き声がうるさいだけだったその泣き声をただうるさいと思っているうちに彼女はまたうつらうつらとしてきた彼女が父親の死んでいるのを発見したのはその翌日だったしかし彼女はまだ起きて郊外へ出て行くことができなかった それに彼女の家はただ一軒やぶの中にあったそして彼女の家から一番近い農家まで行くのに三四丁はあった彼女が父親の死んでいるのを自分の家から一番近いその農家まで知らせに行ったのはそれから三四日もたってからのことであった六 翁の死体は村役場の手で始末されることになった死因が伝染病らしい疑いがあるからだったその便所に多量に血便らしいものが捨てられてあったので赤痢に相違ないというのであったしかし村には火葬場がなかった伝染病患者の死体を遠くの火葬場まで運んでいくわけにもいかなかったので 駐在所巡査と村役場の書記とが立ち会い墓場のそばの大きな樫の木の下の空き地で原始的な火葬を行うのが村の習慣であった五兵翁の場合はその日まで一度も医師の診断を受けていなかったのだからしたがって何らの消毒法をも施されていなかったのでその死体の周りのボロ一切もまたことごとく死体と共に焼き捨てられることになった 同時に五兵衛翁のその小屋は完全に消毒されたそして赤い紐がその屋敷の周囲に巡らされ娘の鶴代は絶対に出入りを禁止されたもし彼女が父親の病気を持っていると火葬も消毒も何の意味もなさないことになるからであった五兵衛翁の死体に点火されたのはその日の夕方であった 死体の上に藁と薪,と薪とが積み重ねられ幾ばくかの石油を浴びせてそれにマッチで火をつけるだけのことであった駐在所巡査と村役場の書記とは点火して30分ばかりをその日にあたって帰っていったその後には二人の妊婦が残って徹夜してそれについていたしかし明け方になると 2人はそのそばでうとうとまどろんでしまったおいおい眠っているのか大変なことになったぞ和尚が回ってきてそう言って2人をたたき起こしたのは日が出てからであった2人はあっけに取られてけげんそうに和尚の顔を見たどうもお遺骨らしいものが2人分あるように見えるんだが。 二人は驚いて立ち上がった二人分ねどうも二人分らしい和尚はもう一度首をかしげて焼き場の方へ向き直った焼き場は一坪ほどばかりが白い灰になっていたそしてそこからはまだ細い煙が上がっていたその中に 翁の白い遺骨が少し腰をかがめたような格好で余された枯れ木のように横たわっていたもう一人分の遺骨というのはこれは実に小さなものであった五兵衛翁の遺骨の片腕ほどもないものだったウサギの骨と思ってみればちょうどそんな大きさであった猫の骨と思われないこともなかった しかしその骨格がただ小さいというだけで人間の遺骨として疑われないものがあったそれは五平翁の遺骨の模型と言ってもいいほどであったそれにもしそれが人間の遺骨ではなく猫とか犬とかいったような動物の骨であるとすれば焼け跡にはきっと尻尾の骨が魚の骨のような形で残っているのだった 人間の骨に見えないかおしょうはもう一度繰り返した。どうもおしょうさん。これは人間の骨のようですね。おめえさんたちは焼く前によく見なかったのかね。なあに、伝染病だっていうもんですから、あそこの娘が出してよこしたボロも何も見ずにはぁ、あ、死骸と一緒に焼いてしまったんでさ。 年寄りの妊婦がそう答えたそれがいかんのだねそれが過ちのもとというものですこれは飛んだことになったもんだ和尚さんこの小さいのだけどこかへ捨ててしまったらいけないのでしょうかね若い方の妊婦が当惑そうな目で和尚の顔を見ながら言ったとんでもない 人間の老い骨をそんなことをしたら、それこそ罰が当たるというもんです。じゃあ、どうしたらいいですかねとにかく、駐在所が立ち会うことになっているんだから、すぐ駐在所へ知らせなくちゃ。おい、おめえ行ってくろ。よく旦那に事情を申し上げてな。とにかく来てみてくれって呼んでくら。若い妊婦はそう言った。 って墓場の中を駆けていった7駐在巡査の来るまで相当の時間があった駐在巡査は若い妊婦から聞き取ったままを電話で一応本所の方へ報告しておいてそれから現場に来たのだった五平じいさんのところには。 小さな子供はなかったのかな駐在巡査は歩み寄りながら大声で言ったあそこには18区の娘が1人いるきりで小さいのはございませんでした何しろその娘の母親が死んだから10年近くになるんですから年寄りの妊婦がお辞儀をしながら言ったじゃあ一体どうしたと言うんだろうな それで、猫か何かの骨じゃないだろうかって、今話していたところなんですがね。いや、これはやっぱり人間の骨だろうな。駐在巡査はそう言ってそこにしゃがみ込んだ。その娘は、妊娠はしていなかったのか。東京から帰ってきた時には、そんな噂もちょっとございましたがね。でもそれからは、 体の具合が悪いとか言って寝てばかりいたようでした。見かけたこともごぜませんでしたし、何のうわさも聞きませんでしたから。ことによるとこら、あの娘の子だぜ。打退してそれを隠匿したのか。でなければ、産むとすぐそれを殺してしまったのか。 それには誰も答えるものがなかったそんなふうに考えてゆけば考えられることだったし何かそこに特別な不思議なことがあるのではないかというふうにも思われるからであった何今に本所から医者が来るからこれだけちゃんとした証拠があればすぐわかるよ駐在巡査はそう言って 手についた灰をたたき落としながら立ち上がった8警察署から巡査部長と警察員とが自動車で出張してきたのはそれからしばらくしてからであった警察員はその小さな遺骨を「英治の骨格」と鑑定したそれで「女」というものは 子供を産んでいく日くらいまでなら、この女が最近子供を産んだか、産まないかということがわかるんです。最近ならわかるんでしょう駐在巡査はそう警察員に質問した。そらもちろんわかるにはわかります。しかし、そうまでしなくても、一般に女は非常に感動しやすいですから。 その死体なり遺骨なりを目の前へ持っていくと、その時の表情や何かですぐわかりますよ。ああ、そういうもんでしょうね。駐在巡査はそう言ったから、巡査部長の前に煮足ばかり歩み寄った。部長、大体の目星はつきましたよ。駐在巡査はやや小えに言った。 仮装にした男の娘というのがどうも妊娠していたらしいんですそれが何でもないんですからこらその娘の産んだ子にそういないと思うんですそれではその娘が確かに妊娠していたという証人があるだろうそらあるでしょうそこへ妊婦が寺から茶を運んできた 菓子の木の下に集まって皆が茶を手に取った時すぐ近くで自動車の警笛が鳴った警察署長と地方裁判所の若い検事が書記を伴って現場を隣検に来たのだったしかし残っている問題は鶴代がなぜその英治を殺したかということであった彼女が自分の産んだ英治を殺したのだということについては もはや誰も疑いを持たなかった検事はまだ非常に若かった彼は大学を出て就任したばかりであった本来なら彼はまだこういう現状へは臨検に来るべきではなかったただ裁判所の都合と彼の好奇心と事件がそれほど重大視すべき性質のものでなかったのとこの3つの偶然が 彼をここに隣県させたにすぎないのであったしかし一応は調べなければならなかったそしてその犯罪の動機についても考えてみなければならなかったどうもこの犯罪の裏には男があると思うんです若い検事はみんなの観察や意見を一通り聞いたからそれを総合してこう断定した確かに。 その娘が自分の子供を殺したのだというのならそれはほぼ間違いのないところです何しろ妊娠していましたのが今では何でもない体になっているんですから産むと間もなく殺して父親の寝床の中へ突っ込んでおいたのじゃないかと思うんですあるいは父親の方が先に死んだのかもしれません誰もいつ親父が死んだものか いつ子供が生まれたものか全然わからないんですから駐在巡査はもう一度そう繰り返して説明したそれで父親と娘との間に何か変な噂などはなかったのだろうねそれはなかったようですでは確かにこの裏には恐怖があるとみてそういないですねその娘を妊娠させた男が 世間に対して恥ずかしいという気持ちから娘を唆そそして殺させた場合と、また、その妊娠させた男ではなく、その娘とは結婚はしてもいいが、子供ができるのでは嫌だといったような場合とか、いずれにしても、丈夫がその裏にいるのに相違いないです。これまでのいろんな予診調書や判決例を見ても、男の犯罪の裏には女、女の犯罪の裏には男、 というようよなのが非常に多いのですが害して若い女の英字殺しなどという事件の裏にはきっと丈婦がいて何かやっているのが多いんです若い検事は所長を相手に自分の観察をそう述べた所長はそれに対して口ひげに手を当てながらうなずき続けていたそれでその娘の家が近いのならここへ呼んでもらいましょうかね 一応は現場で調べておいた方がいいですからその娘は今出入禁止になっているのですその家から赤痢患者が出たもんですから自動車があるのですからその家までおいでを願いましょうかね所長は杖にしていた件に力を入れてもたれかかるようにしながら言ったでは君案内してください 所長はそう言って駐在巡査に顎をしゃくったそして彼らは2人の妊婦をそこに残して自動車の待っている方へ歩いていった鶴代は青い顔をして庭に立っていた小さな庭の中で日に当たっていたのらしかった 彼女はひどく驚いた表情を彼らに向けたしかし鶴代よりももっとひどく驚いたのは若い賢治であった若い賢治は鶴代をよく知っていた彼女もまた彼をよく知っていた彼はその頃、卒業には近かったがある下宿屋からまだ大学に通っていたそして彼女は その下宿の助中をしていたのだった若い賢治はその当時の彼女と自分とのあるいくつかの情景を思い出さずにはいられなかった彼女にちょっとまとまった金を与えてその下宿屋から自分の家に帰らせたのも彼であった若い賢治はどうしていいかわからなくなってきた彼女の犯罪の動機となった恐怖それは とりも直さず自分ではなかったか彼女の犯罪の裏に男のあることを主張した自分であったことを考えて彼はやや混乱したなぜあんなバカなことを主張したのかなぜあの時彼女のことを思い出さなかったのかしかし若い検事はもはや自分の意見を翻すわけにはいかなかった 焼き場で署長らに対して発表した自分の観察を検察官の立場から押し通さねばならなかった他人に持った毒をまず自分が煽らねばならないような立場を彼は胸をえぐり取られるように感じた罪に立とう彼は一切のものに対して目をつぶろうとしたそしてその後から 彼の純情が没然として湧き上がってきた。彼女と共に罪に立とう。駐在巡査が鶴代に何か言って若い検事の前へ連れてきた。随行の書記が帳面を開いた。所長もポケットから手帳を出した。あなたが妊娠していたというのは、それは本当かね 若い検事は特にあなたという敬語を使って言った。そして彼は目をつぶるようにした。何か恐ろしい言葉が返ってくるような気がしたからであった。しかし彼女は何も答えなかった。何もかも、こっちの聞くことに対しては正直に答えないとあなたのためにならないから。妊娠していたのは本当かねはい。 本当でございます。彼女の答えはそうだった。彼は驚いたようにして目を見張った。彼は、お前自分が知っているはずじゃないかという彼女の言葉を目をつむるようにして待っていたのだ。そして、妊娠していたのをそれからどうしたかね。その子供を 産んだのかね産みました。産んだ、子供は彼は目がくらむような気がした。よろよろと倒れそうになるのを全身の力でようやく踏みこらえていた。その、産んだ、子供を彼女は彼の顔を見つめながら、 唇をかみしめるようにしてブルブルっと体を震わした彼は目をつぶるようにしてもう一度繰り返したその子供は産むとすぐ殺してしまいましたすみませんすみません鶴代はそう凍えながら叫ぶように言った 両手を顔に当てて泣き出した泣かんでもいいそれで誰かに殺した方がいいと勧められたのではないのかそんなことはありません自分一人の考えで殺したのです若い検事は彼女の自分に対する好意を感じないではいられなかった彼女が自分を愛しているからこそ 彼はそう思った。彼女と共に罪に立とう。しかし、その妊娠させた男が子供を養って行けるだけのものを出してくれたら、殺しはしなかったと思うが。あるいはそうかもしれませんでした。でも、殺したのはそのためではありません。では、 その妊娠させた男を憎んではいないというのか憎んではいます。それはとても憎んでいます。しかし考えてみると、妊娠したのは私の勝手も少しはあるのですから仕方がありません。そして、私が子供を殺したのとその方は別に関係のないことです。では、 どうだから殺したのかねそれは誰も悪くないと思いますわ。今の世の中がそうできているからだと思いますわ。父が失職しなかったら、父が失職しなかったら。鶴代はそう言ってまた泣き出した。そして彼女はむせびながら、父の五兵がいかにして失職したかを話した。 ですから私今度こそは自分のために自分の体を売らねばいけなくなったのですわそれには子供がいては働けませんし子供は生きていたってかえって惨めですからつまり子供を殺したのは誰のためでもなくてお前の父親をそういうふうにして失職させた 世の中が悪いというんだねでも今の世の中はそういう世の中なんですから私には誰が悪いのか誰が悪いのか私には分かりませんわ生きてゆくのに苦労のないように監獄へ入れて監獄へ入れて鶴よは そう叫ぶように言いながら、そこの地面へ折り崩れて、また、ひどく泣き出した。